ということでみんな集合。今日はモデルはいつもおしゃれをしてるの？最悪してます。してるよね。私服チェックです。いいですよ今日は。多分お今日はいいですよ。多分、ね、お今日はいいですよ。今日はいいっすよ。何それ、なんか似てる。ね、なんか似てるよ。ということで抜き打ち服チェックをしていきます。イエーイ。なんかイエーイなの。はい、メインのプールはこんな感じです。はい、今日はモノトーンでまとめたんですけど、私は大人っぽい系統が好きなので大人っぽくまとめました。今日は雨で寒かったのでこのジャケットを羽織りました。でもこれ脱いでも可愛くて、黒と白でとても可愛くなってます。で、ブランドがジャケットが Forever21 で、トップスはちょっと忘れちゃったんですけど、ボトムスがリゴールで、靴下が下村で、靴が消えてる。抜き打ちだからね、わかんないんだよね。そうです、抜き打ち。抜き打ちだからちょっと臭い。あの、原宿の CS.P&P みたいなことです。こんな感じです。かわいい。いつも撮影の時はこんなこともあろうかとおしゃれしてるので、セーフかなみたいな。コメント欄そうでもないって言うか。どうしよう、言わないでくださいね。普段はラフな感じが多いです。今日はジャケットなんか羽織っちゃってちょっと大人っぽい感じのコーデでした。セリです。セリのコーデはこんな感じです。なんかちょっと言い訳タイムで抜き打ちじゃないって分かってたらもうちょっとおしゃれしてたんですけど、まあ抜き打ちなんで許してください。で、ブランドの紹介なんですけど、これが多分 H&M のジャケットです。で、これが去年ぐらいのアズールのトップスです。で、これがグレールのショッパンツです。で、この靴がシーンのやつです。これね、安いのにあの全然痛くならないのでおすすめです。で、このトップスは脱いだらここがこんな感じになってて、すごい大人っぽくて可愛いからお気に入りです。で、セリはあの最近流行ってる緑を取り入れてちょっと大人っぽくまとめてみました。ぜひ参考にしてください。バイバーイ。それではこんな感じです。ちょっとガーリーっぽくまとめて、靴は雨が降ってたので適当にブーツみたいなのが入ってきました。この靴が原宿の竹下通りの、まあ、お店わからないんですけどどっかで買って、靴下がひらひらでここにクマが書いてあるあのウィゴーの靴下で、スカートもウィゴーさんです。で、この肩にボリュームがあって可愛いくなっているトップスはアベイルさんで購入しました。抜き打ちじゃないですか。あのちゃんと事前に分かってればもうちょっとちゃんとした服着てきたんですけど、知らなかったので普段着ているような服しか着てきませんでした。すみません。リアルなマリアの私服ってことだね。はい、でも撮影だからちょっとスカート履いてきて、うん、普段はもう本当にいつもズボンしか履いてないので、まあまあ割と普段よりかはいいかなって思います。バイバイ。抜き打ち。抜き打ち。抜き打ち。私服チェック。待って。そんなの聞いてないけど。抜き打ちだからね。抜き打ちされました。まさかのコーデ紹介します。今回のテーマはシーンコーデですね。全部シーンです。あ、靴とかは違うんですけど、じゃあ上から紹介していきましょう。この上はですねグレーで可愛いし、ワンポイントがすごい可愛いのと、私こういうのは最近ハマってて、ここでこうやってやってネックレスを見せるっていうのがポイントですね。ちょっと大人っぽいポイントですね。このネックレスもシーンさんです。は
はい、でこのトップスもシムさんです。でこれもシムさんです。で最近っていうか、私この黒、こういう黒いパンツ何枚持ってるんだっていうぐらい本当にこういうパンツが好きで、はい、めっちゃ気に入ってますね、これは。で靴はですね、こちらリゴーさんです。靴下は、ルームソックスなんですけど、今日の衣装に合わせて靴下を選んだので、まあ靴下は別っていうことで、はい。でまあポイントはチビティですかね。私チビティがすごい好きなので、ちょっとお腹が見えるコーデにハマっております。で最近モノトーンコーデを意識してやっているので、どうかな、みんな真似しやすいコーデになってると思うので、ぜひシーンさんチェックしてみてください。はい、シーンしか勝たん。バイバイ。では次どうぞ。今日のコーデのテーマは特に決まってないんですけど、ちょっと韓国風になりたいなみたいな感じのことを意識しながら洋服選んだんですけど、どうですか？めちゃめちゃ可愛いと思います。小学6年生に見えませんね。ありがとうございます。今日のコーデはネックレスをしてちょっと大人っぽい感じに、あとトップスがママのかな、多分ママのなんですけど、部屋にあって、すごい可愛いし、ここのボタンが全部違うのですごく可愛いのと、このフリルが可愛くて大好きです。ズボンはママのクローゼットから出してきました。靴下はママのですね。ママコーデです。今日ちょっとママコーデしていますね。ネックレスがウィゴーさんで買いました。ベストデニムと、あれ、靴下はママのがちょっとわかんない可愛いので、ぜひ参考にしてみてください。大人コーデでした。バイバイ。抜き打ち、シックチェック。シックチェックか。イエーイ。ではでは、みんなもされてます。はい、もうされました。うう一番最後でした、ヨナが。いいじゃん。やれるって、やめろって。鳥の松本ゆなさんの私服チェックをしていきます。はい、ということで、チェックされました。これ私服チェック、私多分これ一回私服紹介で着たことある洋服なんですけど、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。もう本当にこの上全部、まあれで、下だけちょっと違うんですけど、今回この下は私が最近超大発見したイーチャンのドエムさんのパンツなんですけど、これ1本2000円なんですよ。もう一生使うってぐらい愛してる、私の足にぴったりなジーンズが見つかったので、最近はこの形のパンツばっかり履いてるんですけど、この上は結構私のお気に入りのお洋服で、こんな感じの形で、後ろもこんな感じで、すごい可愛くて気に入ってるやつです。実はですね、皆さんみたいにネックレスとイヤリングを持ってくるの忘れてしまったという、今日急いでってちょっとやばいとか言って出たんで、今日はネックレス忘れちゃったっていう、やっぱ女子力的にはちょっとなんかあんまよろしくない感じなんですけど、韓国っぽいお姉さん、水おもてさんのって感じです。ちょっとお買い物する時のなんかラフな感じだけど、こういうおしゃれな感じの、なんか街中にいたらみたいな振り向かれるお姉さんを目指したコーデになっております。どうですか？かわいい。かわいい。ありがとうございます。反省会って聞いてたんですけど、反省会見れますか？はい、ということで抜き打ちでした。グダグダですみません。バイバイ。